はいどうも、おもチャンネルです。今回はこちらでございます。ドーンとちょっと提供してもらいました奥様、うちのちびちゃんご提供でございます。トミカのハッピーセットをお二ついただいてきました。これね、今回ね、4月の24日からスタートでね、これ今撮影時点の今日ですね、今日スタートで、種類はですね、こちらちょっと見えますか、明るいな、暗くしましょう。はい、こんな感じで8種類になっております。消防車に、これ重機かな、で、パトカー、バスで、タクシーですね。で、消防車じゃないわ、救急車か。救急車とトラック付きのクレーン。じゃあ逆だ、クレーン付きのトラック。で、白バイ。こんな感じの8種類でございますね。で、早速ですが、このお二つね、パッと見ね、外からね、外見からはね、区別できないようにはなってるんですけども、もしね、ちょっとね、見極める中身をね、ちょっとね、見破るとしたら、ここにね、シリアル番号があるんですね。ここ、ほら、ここ書いてあるでしょ？ここに書いてある 8901HXL ね。で、こっちが、ちょっとね、違うんですよ。この番号だけ。これが多分シリアルかね、製造番号だと思うんですけども、こちら 7890HXL ね。これで多分ね、ひょっとしたら、ね、中身がわかるかもしれませんね。で、ということでね、早速開けていきましょうか。直近調、何が出るかね、行ってみましょう。じゃあ、こっちから行きましょうか。何出るかな。うちの子ね、消防車とか好きやからね、それが出てくれたら嬉しいんですけども、行ってみましょう。直近を開けちゃうよ。出るかな、出るかな、出るかな。行きますよ。まず一つ目。せーの。よいしょ。あ、なんだこれ。地味なん来たなー。来たよー。トヨタクラウンコンフォートタクシー。まあ、これはこれでね、コレクションとしては嬉しいんですけどもね。まずはこんな感じですね。とりあえず置いておきましょうね。で、二つ目ね。行ってみましょう。さあ、何が出るやら。何が出るやら。ハッピーセット。よし、来るぞ。ハッピーセット来るぞ。行きますよ。さあ、二つ目。せーの。うわお。あ、いいね、かっこいいね、パトカー。パトカー来た、マーチ。パトカー来ました。二つ目、パトカーです。ではね、一つずつちょっとゆっくり見ていきましょうか。まず、一つ目のタクシーの方の箱、パッと見ておきましょう。表面こんな感じで、横はこうか、こう見た方がいいね。8種類の、これ書いてあるね、ラインナップ書いてある。で、横はハッピーセット、ね、ハトミカって書いてある。こっちは、ハッピーセットトミカをもっと楽しもうって感じで、あ、なんかゲームできるみたいですね。こんな感じでトミカシーで、こう。QR を読んで、一回ちょっと皆さん、もしよろしければやってみてください。てな感じで、こんな感じで、一つ目の箱、タクシーの箱はこんな感じでした。で、二つ目は多分もう一緒でしょう。ここ以外は多分ね、一緒だと思います。これがパトカーですね、マーチです。で、横も一緒ね。こっちも同じ。こっちも、こっちも同じで、同じような箱でございました。では、中身開けていきましょうか。今回ね、また、編集めんどくさいからね、ノーカットでやってしまってるかもしれないですけども、ちょっと喉が痛いね、まだね。いくよ。どんな感じの出てくるかな。ぴょん、ぴょん、ぴょん、ぴょーん。おー。あー、これなるほどね。こうなるか、こうなるか。で、中は、こうね。あ、これ多分シール貼るタイプなのかな。シール貼るタイプね。これ、はい、こんな感じ。貼る前はこう真っ黒ね。ここだけちょっと透明で、タクシー、タクシーって書いてある。で、裏にはトミカ。あ、素敵だな。ほう、ほう、こうね。で、他に中身何入ってるの？あ、こういうね、ブックレット。ブックレットに、はい、シール。シール貼るとこだけ最後ちょっと多分ね、編集してしまうかもしれないけど、こんな感じのシールとブックレットが入ってるんですね。で、一つ目これタクシーでございました。二つ目はマーチ。マーチ行ってみよう。よいしょ。どんなん出るかな？マーチ。マーチパトカー。お、いいね。いいね。来たね。よいしょ。はー、なるほど。こんな感じでございますか。ほう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 。おう、いいね、トミカ。トミカ。トミカ。あ、ちゃんとトミカっぽい。トミカっぽい。ねえ。まあ、ちょっと おもちゃ、そのおもちゃはおもちゃやけど、おまけなんでね、若干やっぱりちょっと、ちょっと普通のトミカと比べると安っぽい感じはしますけども、これはね、ちっちゃいお子さんはまあ喜ぶんじゃないでしょうかね。ドアとか開いたらいいんですけどね。まあ、二つ目こんな感じで、マーチのパトカーでございました。はい、ここで、ね、喉が痛くなってしまったんで編集させていただきましたけども、これがパトカーに入っておりましたシールとブックレットでございます。では、早速シール二つとも貼っていきましょう。
はい、まずはこちらのトヨタクラウンコンフォートタクシーの方から貼っていきます。ちなみにシールの貼り方はこのシールの裏面に書いてますので、この番号をよく見て貼っていきたいと思います。はい、まずはトヨタクラウンコンフォートタクシーのシールを貼り終わることができました。軽くくるっと見ておきましょう。個人的になんですけど、何かしらこう昭和っぽいこの感じがね、なんか漂ってくる作りになっているかなと思います。サスもしっかり結構ついててね、いい感じでございます。フロントグリルがねギンギラギンとかではちょっと嬉しかったんですけども、さすがにちょっとねそこまでのコストはかけれないのかなみたいな感じですね。これいいですね、トミカ交通タクシーを。でこちらちゃんと無線番号1031って書いてますね。でこれリアがこんな感じでしっかりとトヨタマークとねコンフォートで、ちょっと小さくてねほとんど肉眼ではなかなか読みづらいんですけど、こんな感じでアップにすると読めますね。あと一つだけねご紹介するの忘れてたんですけども、こちらねそこにねスイッチがあって、これをオンにするとなんとタクシーのところがバーンと光ります。これはありがたい嬉しいギミックが搭載されております。はい、では続きましてパトカーの方のシールも貼っていきたいと思います。こちらもねシールの裏側に貼り方のねシール番号パーンって振ってあるんで、これを見ながら貼っていきたいと思います。はい、二つ目、日産マーチパトロールカーのシールを貼り終えることができました。シールを貼るとよりパトカーらしくなりました。特にフロント部分、こんな感じですね。警察のマークが入っておりまして、かっこよくなりました。やはりこちらもね、やはりシールということなんで、普通のトミカとね、比べるとどうしてもちょっとチープさは否めないということなんでございますが、まあこれね、おまけとしては素晴らしくいい出来ではないでしょうか。こちらもサスペンション。しっかりとついております。トミカらしさはしっかりと出ております。はい、こちらはもう2台ともねしっかり手押し転がしてね遊ぶことができますので、その辺はご安心ください。はい、すいません、タクシーの運転手さん、ちょっと左寄せてもらえますか。はい、ちょっと左寄せてもらえますか。てな感じの遊びもできてしまう今回のハッピーセットのトミカは、今回タクシーとパトカーが出ました。で実はですね、4月の25日の土曜日と26日の日曜日にハッピーセットを買うと、こちらのトミカスペシャル DVD2015 っていうのがもらえるらしいんで、うちの子が消防車と救急車を欲しがってるんでね、また明日明後日どちらかで買ってでまたご報告したいと思います。はい、ということで最後までご覧いただきましてありがとうございます。まだまだちょっと鼻声で申し訳なかったんですが、ザザッとこちらハッピーセットのトミカをご紹介させていただきました。また後日ね買ったらねご紹介させていただきたいと思いますので、皆様ねチャンネル登録や評価コメントといろいろとよろしく今後ともお願い申し上げまして、これにて終わりにしたいと思います。それではまた、さよなら、バイバーイ、グッバイ、さよなら。はい、どうも、おもチャンネルです。今回はこちら、はい、来ました、妖怪メダルラムネ4パックをちょっとね先ほどコンビニで弁当買いに行ってきたついでに4つほど買ってきましたのでご紹介したいと思います。ちょっとね私体調崩してしまいまして、今風邪をひいておりまして鼻声でお送りしますけども、その辺はご勘弁。